はい、皆さんこんばんは。というわけですね、いつもであれば土曜怪談ですけども、本日は金曜日でございます。すいません、ちょっとね、僕の方の事情で、明日はですね、ちょっと撮影と、まあいろいろ仕事の関係と、で、フライトがですね、明日ではないんですけど、ちょっと明日フライトで、多分移動いろいろしなきゃいけないかな、いつ移動するかちょっとまあ未定なんですけど、ちょっと日曜日、北海道に行くので、ちょっとそのね、いろいろ準備とかもあってですね、ちょっと明日の夜できないなっていうのがあったので、今日に前倒しで、これ多分初めてですね、ツイキャス始まって以来、過去にもですね、日曜怪談になったことは何度かあるんですけども、本日金曜怪談ってことですね。ちょっとレアケースですけども、楽しんでいただけたらなと。で、普段来れない方がね、今日来れるかなと思うので、それはちょっとラッキーと思っていただければと思います。そうですね、りょっぺさん、おっしゃってる通りですね、明日のを今日に持ってきた感じですね、ということですね。明日のを今日に持ってきました。お忘れ階段ならありますね。黒猫さんはね、もうずいぶん昔から聞いてくださってるので、ご存知だと思いますけどね、僕はですね、配信を忘れたこともありますね、過去にまあまあ、もともとそんなにこう力入れてなくてですね、まあふわっとたまに階段喋れればいいかなぐらいの感じの、本当お遊びでやってたのもあってですね、やったんですけど、まあ、最近はちょっとね、もう仕事みたいになっちゃってるので、きちんとやんなければっていうね、ちょっと身が引き締まる思いでやっておりますけども、はい。というわけで、もう200人超えてます、ありがとうございますね。金曜日だというのに皆さん花金ですよ、まあ、花金といってももう時間的に11時なんでね、もう終電で帰ってきましたなんて方もね、いると思うんですけども、ちなみにちょっと今日僕はですね、あの別の仕事の、まあちょっと別の仕事っていうか、あの講師業、先生やってるんですけど、僕その講師の、やってるのが1ヶ月間の合宿みたいなやつなんですよ。勉強合宿みたいな、それの最終日だったんですね。で、ちなみに僕は今回は講師ではないんですけども、その会場で一緒に仕事もしてたんで、僕が、なので、まあ知ってる受講生がいっぱいいるわけですよ。ちょっとだからね、最後のね、終了式をちょっと見届けようかなと思って、先ほどちょっと見てみましたね。はい、ちょっと途中で切り上げて金曜怪談に、移らせていただくって感じでございますけども、家庭〇〇のトライ僕家庭教師やった、あるわ、やったこと。僕自分で事業立ち上げて家庭教師やってましたね、よく考えたら自分で。まあでもそれはあれですね、エンジニア向けの家庭教師みたいなやってましたね。ウェブサイト作りたいですって人とかね、なんかプログラミングしたいですって人向けにちょっと教えたりっていうのは、一時期勝手に事業立ち上げて先生やってましたはい、というわけで、じゃあまあ早速ですけども、金曜会談ということでいきましょう。ちょっと今日面白い話ありますよ。これあれですね、正統派な会談っていう感じの、まあでも島田秀平さんとかが語りそうな感じの、きちんとオチがある、まあ、創作怪談っぽいですけど、怪談があってですね、これ、まあ、怪談話にもってこいな感じかなと。ただまあリアル系が好きな方はちょっとね、うんって方もいるかなと思うんですけども、逆にリアル系のやつもちょっと話でありますので、ちょっと聞いていただければと思います。じゃあ一つ目の話いきましょう。はい、今ツイートしました、高生まれと読みます、よかったらリツイートお願いいたします。さあ、これ高生まれという言葉を聞いてピンときた方もいらっしゃるのかなと思います。どうでしょうね、ちょっとなんかコメント欄見てみましょうかね。誰か高生まれって知ってるよ、聞いたことあるよっていう方いるんじゃないかなと思うんですけども、いるかな、わかんない、ちょっといないかもしれないですけど、あ、いましたね、一人、春さん、沖縄って今、コメント来ましたね。はいはい、雪村さん、はい、ご存知ですね、はい、沖縄とね、コメント来ましたね。はい、
ユタ、はい、素晴らしいですね。はい、ね、まあ2名ほどね知ってる方がいらっしゃったかなと思うんですけども、話していきましょう。高生まれという話でございます。まあこれはこれといったね展開があるとか何かあるってわけじゃないですけど、多分すごくリアルに書かれてた話なので、多分実話だと思います。当時沖縄で大学生をしていたある男性の方の話なんですけども、その彼ちょっと名前を借りんですけど C 君と、しておきましょうか。でその C 君はですね、まあ、沖縄で大学生をしてたんですけども、アパートに暮らしてて一人ではなかったんですよ。誰と暮らしてたかっていうと、彼の当時付き合っていた彼女、恋人ね、彼女の弟くんと、一緒に暮らしたらしいんですよ。でなんか気まずくなんないのかなと思うんですけど、まあまあまあさすがね沖縄ってね、ちょっとまあ僕の偏った見方もあるかもしれないですけど、まあ大家族的なねおおらかな人たちが多いのかなと思うんですけど、まあ仲良しの彼女の弟くんと一緒に折半したら2人ともお金楽じゃないと、ということで2人は一緒に暮らしたらしいんですよ。ただ、まあ、弟くんは中卒でずっと働いてるっていう子だったので年下ではあったんですけども、まあでも 1,2 個ぐらいかな、多分彼の年下だったらしいんですけど、まあ、働いてたらしいんですよ。もうなんで朝も早くて結構日中はもうずっと働いてて、で夜まあちょっと浅い時間、夕方から夜ぐらいですかねに、仕事を終えて帰ってくるって、まあ、そういう生活リズムだったんですけども、この C 君の方はまあ典型的なダメ大学生というかね、大学生ではあるんですけども、まあ、夜中まで、まあ、麻雀しに行ったりとか飲み行ったりとかして、で朝方帰ってきて、で昼前まで寝てギリギリ時間に間に合うように大学に行って、うつらうつらしながら授業を受けて、でまた友達と飲み行ったりとかするみたいな、まあ、そういう生活、まあ、昼夜逆転生活をしたらしいんですよ。だからこの C 君とその彼女さんの弟君っていうのは一緒に暮らしてはいたんですけど、あんまり顔を合わせることはなかったんですよ。まあ、でも別に全然仲悪いわけじゃなくて、まあ、たまたまそういう時間帯だった。だから実質一人暮らしに近かったんですね、二人とも。だからまあ気軽な同居生活ぐらいの感じでやってたらしいんですよ。で、この話は C 君の身に起こった話ではなくて、 C 君の同居していたその弟君の方に起こった話になるんですけども、まあ住み始めてですかね、そのアパートに、数ヶ月が経ったかなぐらいの時に、だからその弟くんの身にちょっとした異変が起こったんですよ。でそれが何かっていうと、 C くんがまあ夜中ほっつき歩いてたりとかして家にいない時ですね。で弟くんだけちょっと早めに帰ってきてね、朝も早いわけですから寝るわけですよ。先に寝てるとだいたい同じぐらいの時間、まあ、でも C 君がまだ帰ってこないかなぐらいの時間ですね。だから何時ぐらいかちょっと分かんないですけど、2時とか3時とか、まあ、ぐらいなんじゃないですかね。起きちゃうんですって。でその弟君基本的にね規則正しい生活してるし、仕事とかもね結構ハードなもんですから、そんなに中途覚醒するなんてことは普段ないんですけど、起きちゃうんですって。だいたいいつも同じぐらいの時間に。でその起き方がなんかその弟くん曰くなんか起こされたような何とも言えない起き方をしてて、それがなんかちょっと気持ち悪かったらしいんですよね。それでまあじゃあ何があったってわけではないんですけども、 C 君になんか最近さ夜寝てるとさ起きちゃうんだよね、でもなんか変な感じがしててさって相談したらしいんですよ。なんか思い当たることとかあるのってまあ聞いたらしいんですよね。その途中で起きてしまうってね、まあわかんないですけど、例えばなんか薬を飲み始めたとかね、なんかの薬を飲み始めたとかで、まあ、ちょっと睡眠のねリズムが変わっちゃったとか、まあ、あるいはなんか仕事でちょっとね疲れれてなんかこう考えてしまってる悩んでることとかあるとか、まあなんかこう思い当たる節ないのっていうふうに聞いたら、弟くんはあーって言って、もしかしてって言ったんですよ。でそれ何かっていうと、そのアパートって道路、通り沿いにあったらしいんですけど、その通りから入ってってなんかなんていうんですかね、通り側に面してるのはベランダなんですって。でドア側は奥、反対側なんですよ。だから通りからこう入っていってぐるっと回ってきて、まあ1階だったらそのままドアがいくつも並んでる、で2階だったら階段登ってドア並んでるみたいな、まあそういうようなアパートだったらしいんですけど、
まあ、そっち側のそのドア出て真正面ですねにはだからちょっと雑木林があったらしくて、でその雑木林の中に護岸所っていうらしいんですよ。これちょっと僕もあの沖縄のこととかよく詳しくないんで分かんないんですけども、どうやら、まあお社とかと近いかな、どっちかっていうと境内とかお社と近いかな、神社とかでいうところの、まあ簡単に言うと拝む場所なんですよみたいなのがあったらしいんです、その雑木林の中に。でその護岸所、まあ、社があって拝む場所があってみたいな場所にをたまたまその弟くんがね仕事帰りにちょっと一杯引っ掛けて酔っ払ってほろ酔い気分で帰ってきた時に、まあ、何が思ったのか分かんないですけどちょっといたずらで石を投げつけたらしいんですよ、その護岸所に向かって。俺はそんなことやっちゃったんだよね、あれがまずかったのかなって言い出したんですよ。あとそれが原因なのかな、だとしたらちょっと謝らなきゃダメだよねって言って、まあまあ沖縄の人全員がそうなわけじゃないかもしれないですけど、彼らは割と信心深かったというかね、ちゃんとそういうの気にしてたんで、で2人で行ったらしいんですよ、 C 君と弟君で。そのね雑木林のところの護岸所のところに行って手を合わせて、ごめんなさいと、ちょっとね酔っ払って石投げつけたりして申し訳ございませんでした、もう二度とこういうことはしませんっていうふうに謝ったらしいんです。で謝ると夜急中覚醒するで急にね起きてしまうとかってことがなくなったんですって。あやっぱりこれだったかってなって、でホッとしてからしばらく後また弟くんにちょっとした異変が起こったんですよ。それまた弟くんがね家にアパートで一人でいるときにシャワーを浴びてたんですって。でバーってシャワー浴びてたら鏡見たら鏡の中の自分の胸のあたりですよ、ちょうどなんていうんですかね胸の真ん中らへんですかねに、なんか黒いあざみたいなハンコみたいなのが浮き上がってきたんですよ、丸いやつが。うわ何これってなって、で洗っても落ちなくて、あれなんかつけちゃったかなと思って、で出てからタオルでゴシゴシ拭いたんですけど落ちないんですよ、なんだよこれ。でその時たまたまねその C 君の彼女であり弟君のそのお姉ちゃんでもあるね、そのお姉ちゃんが家に来てたんですよ遊びに。だからねえ姉ちゃんって言って弟君はなんか俺んとこ変なあざあんだけどこれなんだろうって見せたらしいんですよ。うわ本当だ何この黒い丸いあざ、まん丸のあざなんですよそれが、もう気持ち悪いねって話になって、特に体にそれ以上の異変はないんですけども、なんかその妙に警告じみたようななんかねその浮き上がり方っていうのは気持ち悪くてどうしようっていうやってるうちに、まあ、夜になっちゃったんですけど、とりあえずじゃあ C 君が帰ってくるの待とうって言って、でしたら C 君帰ってきたんですよ夜結構遅い時間に。で3人でねちょっとまあ話してなんか昼にちょっとシャワー浴びてたらなんか黒い変なあざができちゃって、ちょっと見してみって C 君が言ったら、まあちょっと消えてたんですよ。でもその黒い丸いあざが、でも確かにうっすら黒い丸いあざが残ってるんですよ。なんかあ本当だなんか気持ち悪いね、どうしようか、じゃあちょっとユタに相談してみようかみたいな話になったらしいんですよ。まあ沖縄ならではなのかもしれないですけどね。でそのなんかその弟くんお姉ちゃんねその2人の親戚かなんかでちょっとつてがあったのかな、ユタの方に相談したらしいんですよ。でまあちょっと状況を話したんですね、こことかあってで夜眠れなくなってとか護岸所の話とかも全部したんですよ。そしたらユタのそのねあの方からは護岸所の件は関係ないねって言われたんです。あ関係ないんですか、じゃあ何が原因なんでしょうっていうふうに聞いたら、そのユタの人ね弟くんの方じーっと見てね、あんた気づいてないかもしれないけど鷹生まれだよって言ってきたんですよ。鷹生まれって何かっていうと、まあ、沖縄の言葉、まあ、沖縄の地方の言葉なのかちょっと分かんないですけど霊感が強いことを言うらしいんですよ鷹生まれって。あんた鷹生まれだよって弟くん言われて、俺ってなったんですよね。全然そんなつもり今までもなくて言われたこともなくて、まあでも確かにちょっとちらっと何か見たりとかってことは過去にもあったらしいんですよ。
でも、え、まさかと、まあ、そんなこと言われて、でさらにそのユタの方は続けてこうやって言うんですよ。あんたたちの住んでるそのアパートの一帯はね、太平洋戦争の時に激戦地だったのよ。だから未だにね、そういう霊たちがさまよってるから、そりゃあ、まあ、あんたみたいな高生まれがそこに住んでたらみんなついてきちまうよって言われたらしいんです。で、まあ他にもいろいろ言われたらしいんですけども、その胸に出てきた、浮き上がってきた黒い丸い印、これもユタの、ね、方の話によるとちゃんと、まあ、そういうものがあるらしくて、あんたの胸に浮き出てきたその黒い印ってのはな、愚僧院って言うんだ。それあの漢字で書くと後世って書くんですよね。後の世って書くんですよ。で、何の印かっていうと、それ魂があの世に行っちゃいそうになっている印らしいんです。だから死にかけてるよってユタに言われたらしいんですよ。えってなって、まあ、ちょっとドキッとするじゃないですか。そしたらユタのその方が、でもね、あんたのひいおばあさんが必死になってそれ止めてくれてると。だからまあ半日でそんなね薄くなって、まあ今ねほとんど見えなくなってる、それはひいおばあさんが頑張ってくれてるからだと。そんなことがあるんだと、まあ本当にみんなびっくりしてね、あの聞いたらしいんですけども、ユタの人はねまだ続けて言うんですよ、いろいろと。でまたなんかね、こう質問じゃないですけど言い当てみたいなことしてくるんですね。あんた最近車買い替えたでしょって言われるんです。なんかおかしいなことないって聞かれて、あってなったんですよね。それはね、あの C 君も聞いてたらしいんですよ。その弟君、黄色いね派手な車に変えたらしいんですよ、車を。でなんか安く変えたんだよってすごい喜んで乗ってたらしいんですけども、ある時その弟君がねアパートに首かしげながら帰ってきて、どうしたんっていうふうに聞いたら、いやなんかさっきアパートの近く車で走っててもうそろそろ着くなと思ったら、急にふって意識が飛んじゃって、気がついたら火葬場のとこ走ってたって言うんですよ。なんでそれ怖いなーなんて話して、その時はまあなんか大丈夫かよ、寝てないんじゃないのとか疲れてんじゃないのとか言われて、それでまあおしまいだったらしいんですけども、今考えてみるとあれおかしかったよねと、おかしかったと、まあ、なったらしいんですよ。でまあその話をしたら、ユタの方からは、あんたのその買った黄色い車ね、事故車だよ、しかもまだ女乗ってるよ、あんた高生まれだからもしかすると運転してる最中とかに今後その女見るかもしんないね、だからそのアパートもすぐに引っ越した方がいいし、その車も売っちまいなって言われたそうです。まあさすがにね、死にかけてたっていう風にね言われたりして、しかも実際そのね丸い黒いあざ出てたわけですから、怖くなっちゃってすぐにアパート引き払って車も売ったそうです。で一応それっきりそれで怪異はなくなったそうなんですけども、弟君はまあさすがね高生まれと言われただけのことはあって、まあ、どうやら未だになんかそういう怪奇現象とかね、まあ霊現象的なものには、まあ、苛まれてはいるそうです。そんなお話でございました。はい、というわけで高生まれという話でございました。リアリティありますよね、これ。そう、あの僕も沖縄はですね、もう旅行でちらっと行ったかなぐらいなんですけどね、やっぱ沖縄の出身の人に話を聞くと本当にいろいろあるっていうのを聞きますね。そうそう、あのうちの家その心霊スポットみたいになってますけどまあ僕のねその講師業やってるとこの時の教え子の受講生だったね、あもう今日もさっきも元教え子なんですけどね、もう卒業したんですけど、今こっちの方に住んでるんですけど、その彼女はですね沖縄出身なんですけど霊感強くて、うちの家に近づけないんですよ怖いからってってなこっちもってなだからくまこさん大丈夫かなと思って僕一回呼んだんですけど、くまこさん来た時にはね、わいいね海近いじゃないみたいなこと言ったんですけど、なんかだんだん家に近づくたびになんか嫌な顔するんですよ
南翔さん本当に今日ここで撮影すんのってすぐ言われて、いや今日ここで撮影するから呼んだんだけどって言ったら、うーんって言ってて、で撮影中もなんかもう嫌だーみたいなあのカメラには映ってないっていうか、映してないってわけないですけど、実はカットしてるんですけど、なんかいるんだけどとかってすごい怒ってたりしてて、熊子さん何回かで、あの我が家でね撮ってる時も1個あったのが、これカメラ回してなかったんですけど、あのトイレ行ってくるって言って、うちの家のねトイレに熊子さん行く時に、もう七代さんって言ってきて、え、何何何何って言ったら、トイレの前にいるんだけどって言われて、どこ、わかんない、見えないって言って言ったら、トイレの前のところに、ここにもずっとスタンバってる、脅かすよって感じでって言われてそんなこと言われてもなと思ってね、七条さんが見張ってくれてたら多分大丈夫だからって言われて、あのトイレの前まで付き添うっていうね、あの大変なことになってましたね。なのであの熊子さんはですね、もう二度とこの僕の家には来たくないと言ってたので、多分来ないんじゃないかなと思うんですけども、そんなことがありました。まあまあそんなこんなでですね、まあ、ちょっと脱線しちゃったんですけど、沖縄の、ね、人はね非常にこう霊感が強いというか、まあいろいろ見えてしまったり感じてしまったりという方も結構多いなっていう印象があります。まあ、そんな沖縄の話でございました。わあマミさん、私も3人のユタにあんた高生まれだねって言われました。おすごいな、それなんとなんとですね、本当に偽ユタも多いので注意ですけどね、エセンさんね、ありますね、なんか、あ、まあでも何の世界でもそうですけど偽物って言いますよね。とりわけこう、まあ言っちゃあれですけど、スピリチュアルとかね、そっちの世界は偽物非常に多いですからね、うん、まあでもなんていうんですか、スピリチュアルでなんかこうね、あのあなたのなんかこうね、あの体を治しますよとか、なんか心を整えますみたいな、そう、なんかそういうね精神世界がなんちゃらかんちゃらとかってやってね、お金取ってる人はちょっとね、あの詐欺ですけども、 YouTube ですから、私たちはYouTube だから、まあ嘘はついてないですけど、もちろん、まあただエンターテインメントではあるのでね、なんかたまにコメントで嘘つくな、嘘つきめみたいなことね、詐欺師だとか言ってくるコメント来るんですけど、いやエンタメですけどねってちょっと僕は思ってるので、まあ皆さんはぜひあくまでテレビ番組として楽しんでいただけたらなと、思います。前に偽物の霊媒師の話しませんでした。え、偽物の霊媒師の話したっけな、あ、どうだろう。お、七島さんの家って霊いらっしゃるんですか。いや正直あの僕は見たことないっていうか、まあ誰かいるなって気配はするんですけど、でもはっきりと見たことないですね僕は。ただいるって言われます、めちゃめちゃ。あとまあ見たっていう人とかもいる、うん、まあ、ちょっとわかんないですけどね、うん、まあんまりそれを僕はなんか霊だっていうのはあんま好きじゃないので言わないですけど、あと言うと、あのうちの家一応シェアハウスなので人来るんですよ。人来なくなっちゃったら困るのであんま言わないようにしてるんですけど、はい、じゃあ次の話いきましょうかね。まあまあまあ温まってきたかなとは思うんですけども、ちょっとどうしようかな、どの話しようかな、ちょっと別の話しよう。さっきのザ・怪談みたいな話あるんですけど、それちょっと、ま、後回しにします。はい、2つ目の話、車のお兄ちゃんというお話でございます。今ツイートしましたので、よかったらリツイート等々よろしくお願いいたします。車のお兄ちゃん、本物はお金取れないんですよね、ゆうた。あ、そうなんですね。僕ちょっと知らなかったな。なんかね、もうちょっとそういう関係のね、仕事とかね、まあその、まあ、僕仏教とかも全然詳しくないんですけども、もう少しね詳しくなれたらいいなと思うんですけどね。そう、僕もめちゃめちゃさ、あれじゃないですか、あの怪談師で家も古民家みたいなね、墓地が隣にある古民家に住んでて、なんか日本の廃墟とか廃村が好きですみたいな、なんか妖怪とか好きですなんですけど、僕にもかかわらず、僕大学の時の専攻はですね、あの西洋美術史っていうねキリスト教美術 の, せあの勉強したので、あのヨーロッパの絵画詳しいんですよ、うん、
あのゴッホとかね、ああいうやつね、うん、なのに怪談師やってるんですよね。日本のホラーが好きで、うん、映画もホラーの、ね、映画に関しても洋画じゃなくて邦画が好きです、ジャパニーズホラーが大好きでございます。海外のホラーってなんかあんま面白くないんだよね。なんか何なんだろうね、うわーみたいなのが多くて、まあ映像的には面白いもの多いですけど、話別に面白くないですよね。死亡フラグ立ってるやつが順当に死んでく話なんで、ほとんどはい、まあそんなこんなでいきましょう。車のお兄ちゃんという話でございます。まあさっきの話も弟くんがね黄色い車を買ったなんて話しましたけど、今回のこの話も、ある女性の方が、まあ、大きめの中古車を買ったらしいんですよ。でちょっとねここのお家がねちょっと母子家庭なのかお父さんいるのかちょっと分かんないですけども、そのお母さんと娘さんがね、まだ娘さんはちっちゃいんですけども、まあ暮らしてって、でまあ大きめの車を買おうかなと、であちこち行けるじゃないと、で車好きだったんですよお母さんも、でやったーって買って、で妹さんもね大きい車だーなんてはしゃいでたわけですよ。でまあそのもちろん送り迎えもその車乗るわけですし、ちょっとした旅行とかも車乗ったりするんですけども、乗り始めて間もなくですかね、だから妹さんが乗りたがらない時があるんですよ。ぐずると、あ、妹さん、あの娘さんね、娘さんがなんかぐずって乗りたがらない時があって、どうしたの行くよなんて言ってもんーやだって言って言うんですよ。えなんでと、車好きでしょブーブー好きでしょみたいなこと言ってもやだみたいな言われるんですよ。どうしたのって言うと、お兄ちゃんがいるって言うんですよ。えってなるんですよね。それで一人娘なんですよ、兄なんかいないんですよ。なのにお兄ちゃんがいるって言ってくるんですよ。何言ってんの、どこにいるのよってお母さんが言うと、車後ろの席って言うんですよ。もう怖いじゃないですかお母さんからしても、何言ってんだろう。でも確かにもともとちょっとそういうなんか見えないものを見えるっていう子だったんですよ娘さん。過去にもなんかおじいちゃんがいるとかって部屋で行ったりとかしてたらしいんですよ。そのためにちょっと怖いなと思ったんですけど、今までは結構そのね亡くなったおじいちゃんかなとかそういうのが分かるような言い方とかしてたんで、あ、子供ってちっちゃい時になんか幽霊とかね、まあ、純粋な魂ゆえに霊とかそういうものが見えるっていうのを聞いたことあるなってお母さんは思ってて、あ、この子はもしかしたらそういうことなのかもなと、純粋な魂を持ってる子なのかもななんて思って、あんまり気にせずに、まあ、それをね否定したりとかもせずに、あ、そうなんだねおじいちゃんいるんだねなんて言ってやってきたんですけども、そのなんかこう車のお兄ちゃんがいるって言った時もはなんかその娘さん若干怖がってるんですよ。で怖がりながらも乗ってくれる時もあったんですけど、なんか嫌がる時、本当に嫌がる時があるんですよね、乗りたくない完全に。でその差がちょっとよく分かんなかったんですけど、なんかこの間は乗ったじゃない、なんで乗りたがらないのなんて言うと、今日怒ってるって言うんですよ。誰がって、ママ怒ってないよって言っても、ううん、お兄ちゃんが怒ってるって言うんですよ。なんかますますちょっと怖いなって、まあ、思ってたらしいんですね。でなんかその車に何かあんのかなと、確かに中古車で買ったんであんのかなとも思ったんですけど、でも今のところ別にそれ以外にねちょっとぐずる以外に害がないからまあ大丈夫かななんて思っていたらしいんです。である日マンションに暮らしたらしいんですけど、マンションのね自分たちの部屋でね娘さんとお母さんまあまったりしてたんですよ。そしたら娘さんが急にねスッて立ち上がってキョロキョロってしたかと思うと、うわーって泣き始めて、どうしたのってママがね駆けつけて、なんかねそうやって聞くと、やだお兄ちゃん来てるって言うんですよ。ゾッとしたんですよね。えっと思って、大丈夫大丈夫ママいるよここに、
え、お兄ちゃんって何、誰お兄ちゃんってって言ったら、車のお兄ちゃんが来てるって言うんですよ。来てるってことって思って、家ですよ今、うわってちょっと思ったんですよ。でも親ですから自分は、まあ娘をねちゃんと落ち着かせなきゃいけないと思って、大丈夫だよって、ママいるしね、ここお家だから大丈夫だよっていう風に撫でながら言ったんですけど、娘さんもうギャン泣きしながら、来てる、もう来てるって言うんですよ。でまあわめいたと思ったら、次の瞬間もう玄関まで来たって言ったんですよ。思わずスッて振り返ったんですけど、玄関何もないんですよ、様子が変わってないんですよ。もう怖いじゃないですか。怖いんですけど、自分は母親ですから、そこはちゃんと振る舞わなきゃいけないとね、娘のためにと思ったから、大丈夫、絶対家には帰ってこないから大丈夫だよって言ってんだけど、娘さんもう誰もいないはず、音も聞こえない、その玄関の方を見ながらもう泣きながら、怖い、怒ってる、車のお兄ちゃんが怒ってるって言ってるんですよ。それに対してお母さんも、大丈夫大丈夫、怒ってない、大丈夫だよ大丈夫だよ、ここにいる、お母さんここにいるから大丈夫だよって言って一生懸命言ってんだけど、もうそれも限界だったんですよね。次の瞬間、娘さん玄関の方指差しながら、入ってこようとしてるって言うんですよ。それでもうやばいと思って、お母さん立ち上がってね、娘をこう脇に抱えながらキッチンで塩をもう袋ごと持ってきて、バーンって玄関の方に投げて、入ってくるなーって叫んだんです。でまあそれからも娘はギャン泣きで、あー来る、あー来るって言ってずっと言ってて、でもうなだめながら、もう来んな、絶対来んな、娘には指一本刺さないからな、なんで来るんだって言ってすごい怒って、お母さん一生懸命怒鳴って、1時間が経過したかな、ようやく娘さんがほっとした顔で、はぁ、帰ったみたいって言ったんです。まあ一応ね、その以来玄関に盛り塩してながら、もう怖いじゃないですか。てか普通に車に乗ってたやつが家までやってくるってもうおかしいですよね。数日間盛り塩してたんですけど、それだけじゃちょっとやっぱ怖くなっちゃって、親戚の紹介でね、まあ霊能力者というかそういうのが見える人にちょっと話を聞いたらしいんですよ。そしたらその車のことやっぱり言い当てられちゃったって感じで、その車ね、小学校高学年ぐらいかな、男の子が乗ってるのよって言われたらしいんです。でも別に害があるとかそうじゃなくてね、娘さんと遊びたがってるみたいなの、だから車に来るとすごく喜ぶんだよねって。でもそれに対してね、お母さんはね、でもうちの子怖がってる時もあったんですよ、怒ってるって言ってっていう風に言ったら、それはあんまり車に乗ってくれなくて、久しぶりにやってきた時に、なんで来てくんないのっていう、遊んでほしいのに、そういう、まあ怒ってるだったと思うよって、まあ見えないから多分分かんないと思うけどって言われたらしいんですよ。じゃあ家に来るって言ったのはって聞いたら、うん、それもその時あんまり車乗ってなかったでしょ、しばらく間が空いちゃったからもう来てくれないのかと思って、寂しくて寂しくてしょうがないから、その男の子車から出てきてマンションまで来ちゃったんだって、まあそう言われたそうです。でじゃあどうしたらいいのっていうのを聞いたら、まあ対策としては、その男の子ね、車のお兄ちゃんかわいそうだから、まあそのね、払うとかっていうのはちょっとね、その感じだと難しいかもしれない、私もそういう払ったりとかできないからって言われて、その代わりお人形さん、かわいいお人形さんを車に1個ね、1体置いといてあげるといいかもしれないと、そしたらその子も遊び相手がいるからって言われたらしいんですよ。それで車に、まあ、かわいらしい人形をね置いてあげて、それからはその車のお兄ちゃんが出てきて、まあどうこうするとか、またね、娘さんがお兄ちゃんがいるから怖い、乗りたくないって言ったりすることもなくなったそうです。そんなお話でございました。車のお兄ちゃんっていう話でした。
はい、まあちょっとその中古車っていうのがね、まあ、どんな感じでどういう経緯で手に入れて、その中古車にね何があったのかとか、その男の子は何者だったのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、文面だけ読んでると。ただまあちょっとね、なんか悲しい話ではあるのかなと。遊びたい、遊んでほしい、かまってっていう、まあ精一杯のこうなんていうんですかね、甘えてるのかなと思うんですけどね。でも結果的にそれが怖いことになってしまってるっていう感じですかね、のような気がします。はい、あ、ミンハニさん、この話何かで聞いた見た気がする、だと思います。っていうのは僕がツイキャスで喋ってる話は基本的にネットで拾ってる話なので、例えばですけど、まあ、どっかテレビ番組にやったやつとか、ドラマでやったやつ、映画でやったやつとかを、まあ、誰かが書いてたら、多分みんなが見たことある話だったりすることはあると思います。僕もなるべくちょっと珍しそうな話を選んではいるんですけども、まあまあね、被ることはよくありますので。はい、七章さん、今日の飲酒のほどは、今日は飲んではいます。すごく多分4本か5本ぐらい多分飲んでますけど、今日飲んでるんですけど、ちょっと明日が早いというか、ちょっと仕事をかなりこの後やんなきゃいけないのが結構あるので、ちょっとね、多分すぐ終わりますすいません、あんま伸ばさないと思います今日は。そう、なんか伸ばしたいのは山々なんですけどね、ちょっと僕相当な、自分で言うのもなんですけど相当忙しいのでちょっとあんまりできないんですよね。明日のフライト、明日で、ね、明後日のフライトまでにちょっとやらなきゃいけないことが結構あるんですよね。なんせ明後日からもう、明後日からもう僕は講師業が始まっちゃうんですね、北海道でね。初の北海道なんですけど、生徒が4人もいるまあまあ頑張りますけども。あ、結構飲んでますよ。でも僕もともとお酒結構好きでしょっちゅう飲んでるんですけど、今日はでも特にブレーコーというかね、ブレーコーでもねえな、普通に、まあ、門出だったんでね、その1ヶ月間のね、受講した学生とか受講生たちがね、そうなんですよね。はい、まあまあそんなこんなで、じゃあ次の話いきましょうかね。次の話なんですけど、これいこう。ぜひ翔平さんのところに行きたいんですよ。僕翔平さんとはね挨拶もしてるし、北海道いらした時はぜひって話もいただいてるんですけど、僕ね場所が全然違うんですよ。札幌じゃないですか、あそこは。僕行くとこ帯広なんですよ。超遠いんですよ、まあ、それこそなんか東京から静岡行くぐらい遠いんで、バリ遠いなとだ、札幌寄ってる余裕がないですね、全く。しかも週5で多分僕働いてて、残り2日で撮影とか多分してるんで、ほぼほぼ無理ですね。移動する時間も多分仕事してる状態なんだと思うんで。はい、お、マヒロムさん、こんばんは。あれ、土曜日じゃなくて金曜日配信なんて、七章さん珍しい。そうなんですよ、ちょっと明日仕事の関係できないので、ちなみに僕も飲んでて出来上がってます。一緒ですねただ僕出来上がったら多分いないですね今日は。うん、まあ飲んではいたんですけど、そんな多分変な飲み方しないんで今日は。はい、というわけで、いきましょうかね。3つ目の話、ツイートします。すべて錯覚という話です。今ツイートしましたので、よかったらリツイートお願いいたします。ちなみに僕タイトルに関しては結構拾った話タイトルついてたりするんですけど、自分なりに読んでて一番最適なタイトルに変えてます結構やっぱタイトルって重要ですよね、何でもそうなんですけど。うん、夢落ち的な話かな、どんな話かな。さあ行きましょうかね。全て錯覚という話です。これはある男性の方の話になるんですけども、その彼が、まあ、普通に地元のね道を歩いてたんですよ。テクテク歩いてたら車がねやってきて横付けされたんですよ。まあ誰か友達かななんて思って振ってみると、まあ、運転席、まあ、手前に運転席って感じで、ね、向こうからやってきて、まあ、右側のね窓が開いて出てきたんですけど、それ友達だったんですよ。
で、まあ、地元の友達でもそんなに、ね、じゃあまあすごい仲いいかってそうでもなくて、あなんか同級生のやつだなぐらいの感じだったらしいんですけど、まあ、ちょっと仮に名前を D 君と、しておきましょうか。その D 君が俺〇〇じゃんみたいに言って窓をバーッと開けて身を乗り出してきてね、言ってくるわけですよ。ああ D じゃん久しぶりみたいな話をしたら、何してんの、いやちょっと買い物行って帰りなんだけど、お前何しに行って何してんの車乗ってっていう風に聞いたら、 D 君がああちょっとね彼女と心霊スポット行ってくるわって言うんですよ。でまあ助手席こう振ってなんか見るんですよね。ああそうみたいな。でそのままブーンって D 君行っちゃったんですよ車乗って。それからまあ、数日後なのかな、心霊スポットから帰ってきた後に D 君と会う機会があって、その D 君から聞いた話です。これ D 君の話で、 D 君そのまま心霊スポットの方に向かってね山道をぐーって走ってたらしいんですよ。で走っていくとまあガードレールとかあったり舗装とかされてたんですけど、だん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 なくなってって、まあなんかひどい道になってくるんですよね。だんだんでその舗装されてるとこもなくなってきちゃって、でガタガタガタってずっと走ってるんですよね。土ともう周りがね林みたいになってるところをバーって走ってる。で走ってると道の真ん中にポールがポンって立ってるんですよ。ちょっと太めのやつが、な石かなんかでできたポールみたいなで立ってて、わあ車いけねえやってなって、でキーってブレーキ踏んで止めて降りてみたんですよ。邪魔だなぁ、もうこれ以上車で行くなってことかよ、まだ道幅的には行けそうなのになぁなんて思いながら、彼がそのポールの方に近づいて行ってみたら、それよーく見るとねポールっていうかその石なんですけど、線がスーってね斜めにね両肩から斜めにフーって入ってるような、なんだろうこれってよく見てたら、それお地蔵さんなんですよ。しかも首がないんです。首のないお地蔵さんが山道の真ん中に置いてあるんですよ。置いてあるっていうか、まあ普通にそこに鎮座っていうかねしてるんですよ。えってなって、で気味悪いじゃないですか。でも気味悪いながらもまあ車に戻ってね、まあ彼女さんもなんかこうビクビクしながら どうだったのみたいな感じだったらしいんですけど、それに対していやなんかお地蔵さんっぽかったけど、まあでも別にこの先一緒、地図見た感じだとこの先に心霊スポットあるはずだからさ、まあもうちょっと行ってみようかなと思うんだけどって言ったら、彼女が私嫌なんだけどもう帰ろうよなんて言い出したらしいんです。でも D 君はどうやらまあ好奇心がすごい強かったらしくて、ちょっと行ってみたいじゃんせっかくここまで来たんだったら、やだよ私も帰りたい、行こうよ、やだよって言うもんだから、彼女だけ置いてってね、まあ彼女は車で待つって言い張ったもんだから、あじゃあいいよお前待ってろよ、じゃあ俺行ってくるわって言って携帯持ってライトつけてそのまま歩いてったんですよ、サク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 。でしばらく歩いていくとボロボロの社みたいなのがあるんですよ。でまあライト照らしてみるとなんかもともとは赤かったんだけど、それが剥げちゃったのか、なんか赤となんか白と茶色と木のねあの肌の色とみたいなのがなんかボロボロになって見えてるみたいな、なんかかなりみすぼらしいって言ったらあれだけど、まあ、そういうまだら模様みたいになっちゃってる、まあ、社だったんですよ。で D 君それ見ながらうわ不気味だなーなんて言って近づいてって、で近づいてってライト照らしてまじまじと見てるとあーってなったんですよね。それ赤いペンキとかの赤い塗装じゃないんですよ。そもそもボロボロの木でね出てきた社のところにちっちゃい赤い手形がブルルルっていっていっぱいついてるんですよ。その赤い手形のそのなんか何とも言えないべっとりとした赤いその手の形が大量にあるから、なんかボロボロになったね赤い塗装が剥げた社のように見えてただけで、それ全部手形なんですよ。うわってなって、でさすがの D 君もそこで怖くなって引き返したらしいんですよ。でもう早歩きしながらタタタタタタタって戻ってって、でさっきのお地蔵さんがねあるところまで戻ってきて車も止まったわけですよ。で車のとこ行ってバーッと開けてね、もう帰るぞって言ったんだけど彼女がいないんですよ。
助手席で私待ってるからって言ったら彼女がいない。あれ、あいつどこ行ったんだよこんな時に、もう早く出てんのよ。周り見たんだけどどこにもいないんですよ。おい、なんでだよ。でリー君その場で彼女の名前をね、おい丸丸丸丸どこにいんだよ、おいトイレか、おい丸丸呼んだんだけどいないんですよ。返事もない。うわどうしよう、いやでもあいつ置いて帰るわけにいかないし、どうしようかなと思ってると、ちょうど今車にね向かって立ってて、さっき自分が行ってきた社の方面、背中だの方なんですよ。その社の方からこっちに向かって何かがズズズズズズってやってくるような気配がするんです。うーわーって思ってギリギリまで考えたんですよ。彼女がいないのはやばいと、なんとか連れて帰ってあげたい、絶対この辺りにいるはずだ、いやでも今もうこっから一歩でも動いたらなんか後ろから来るやつにガッて来られそうと、もうダメだと思って運転席に乗って、もう前を見ずにブワーって、まあ、バックして、でそこ一応ギリギリ U ターンするスペースがあったんですね。あのバックして前にまたねハンドル切ることができる、グワーっていってハンドル切って、まあ山道を降りてったそうです。で落ち着いてからすぐに警察に連絡して、で一緒に乗ってた彼女がいなくなってしまったと。でどこそこのどの辺りの山の中でなんたらかんたらとか言ったらしいんですよ。なんですけど警察には取り合ってもらえなくて、そんなことがあったんだっていう話をね、たまたま道端で出会った D 君がまたね、あの再びね出会った D 君がその彼に対してしてきたらしいんですよ。で D 君その話そこまでして頭抱えながら、俺があんなとこに連れてかなかったら彼女はって言ってるんですよ。でもそこまで D 君の話全部聞いててね、彼はずっと気持ち悪いな怖えなって思ってたらしいんですよ。でもそれ D 君の話が怖いんじゃないんですよ。 D 君ね、久々に会った時に最初車で横付けして会ったって言ったじゃないですか。車乗ってて運転席から顔出して、おお久しぶりじゃんなんて言って、どこ行くの？って聞いたら、あちょっと彼女と一緒に心霊スポット行ってくるよって言ったんですよね。その時助手席の方を振って顎でしゃくってまあ見せてたんですよ。でそのこのね話投稿してる彼すってまあ頭下げて覗き込んだんですよ。助手席誰もいないんですよ。えって思って、えって思ってんのに D 君嬉しそうな顔しながら、じゃあちょっと彼女と行ってくるわ、じゃあなって車を走らせてたんです。そもそも D 君彼女いないんですよね。さらに言うと D 君がちょっと心霊スポット行ってくるわって言ってたその山の中にある途中で真ん中にお地蔵さん、首のないお地蔵さんがあって、その奥に社があるっていう心霊スポット、そんなものは存在しないです。なのにまるでさっき言ってきたかのようにかなり具体的にその話を D 君がしてきて、俺のせいで彼女がうわーって言ってるんですよ。もう何を信じたらいいか分かんなくなったそうです。ちなみにその1回そのね、俺のせいで彼女がって言って会った、それ以来 D 君のことを町内で見かけてはいないそうです。まあ、そんなお話でございました。すべて錯覚という話でした。まあこれあれですね、まあ役もゆかりの友人さんも言ってますけど、ある意味人怖かなと思いますけどね。ただでもここまでってあるかな、どうだろう。まあね、やっぱ妄想ってありますよ。妄想が伴うような病気っていっぱいあります。僕は病気とかもすごい個人的に調べるの好きでって言ったらちょっと失礼で、失礼ってかな、ちょっと変な感じですけど、
精神疾患とか、僕自身がちょっと病気とかあったりするので、やっぱりそれで調べてるんですよ。いろんなその妄想とかね、あったりとか、なんかこう変なもの、白昼見てしまったりとか、それこそなんか心霊体験につながりそうな、なんかこう精神疾患とかのについても結構調べたりとかしてるんですけども、ここまで全部が全部、しかも具体性を伴っていてっていうのがちょっと気持ちが悪いなとは思うんですよね。一応ありますよ、こういうタイプの妄想というか。ただね、やっぱその割には被害妄想と言い切れないような何かこう妄想でもあるなと思ってて、なんとも言えない。そうですね、統合失調症とかね、疑われるのかなと思うんですけど、僕統合失調症の友人何人かいるので、これ絶対違うって言えるかなと僕も別に医者じゃないのでね、はっきり言うわけじゃないですけども、感覚的に違うなっていう感じはしますね。なんか統合失調症の妄想ってちょっと独特というか、わりかし分かりやすい僕はイメージあるんですよね。ちょっと被害妄想というか、自分が何かされてるんじゃないかとかっていう、ちょっとそういう、何かこう自分の一個の懸念事項とかすごく広がっていくタイプの妄想みたいなのをするんですよね。でその結果がなんかこう霊的な力によって自分は攻撃されてるとか、電波になんかそのね、自分は毒されてるとか、そういう話になってくるんですけども、でもこの話って自分の大事にしてた彼女がいなくなってしまったって話じゃないですか。それ別に自分が攻撃されてるわけでも何でもないので、だからちょっとその妄想とも違うよなっていうふうに思うんですよね。だからなんか気持ち悪いなって思ってしまった。でこの話こそが最初に僕が今日言った極めて怪談っぽい話ですね。ただちょっと創作っぽいなとも思いました、僕は。妄想というよりは本当に見えてたのかもしれないですよね。幻覚を見る方もいるみたいです。そうですね、幻覚を見る方もいるっぽいですね。でも今、それもそれそうですね、確かに。だから分かんないですよね、結構。僕も精神科医ではないので、で精神科医の人でも結構所見変わるんですよね。それはあれですよ僕の元婚約者がですね、統合失調症って診断されたんですけど、誤診だった人なので誤診だった人なので、よくわかります。お医者さんもちょっと難しいんですよね、やっぱりね、そのね、診断ってめちゃめちゃ。そう、誤診でもよくありますよ、精神疾患系は。もうだって無理ですもん、経過見ないとわかんないものとかいっぱいあるらしいですからね。ちょっと僕も友人にも精神科医とかいたりするんですけど、精神科医は本当に茨の道だなと思いますよ、正直イマジナリーフレンドならぬイマジナリーガールフレンドか、確かにそうですね。彼女が欲しすぎて頭の中で彼女ができた、それあれじゃないですか、先週僕が話した話でありましたね、そういうやつ。先週だったっけ、先々週だったっけ、ありましたよね、予備校で男の子が隣に座ってきて、今日ご飯どこで食べよっかって言ってくる、全然知らんのに、すげえ彼氏面してくる男の子がいるって話しましたよね。めちゃめちゃ怖いですね。C 君か、B 君じゃなかったっけ。ありましたよね、話ね。そんな話とかね。で、あと5分か、あと5分か話せねえな、あと5分だと。どうしようかな、ちょっとこれ。いやどっちも投げんだよな、これな。無理だな、ちょっと話すの。やべえ、2つしか話してなくない、でも今日。2つ？3つ話してるか。じゃあいいや。すいません。ちょっと、短めの、行きたいとこだったんですけど、あと5分っすからね。あと5分か。あと5分で話せる話なんかあったっけな。短い話。なんかあるかな。結構いろいろ話しちゃってるからな。なんかねえかな。あと1話なんとか即興会談。なんかあるかな。あと1話。中国のホテル買いつまんで。あれ買いつまみすぎ、難しいけどな、あれめちゃめちゃ。じゃあちょっとじゃあ聞こう。SN さんが今ね、リクエストしてくれた中国のホテルの話って聞いたことある人います。僕の YouTube の動画でアップした。多分僕の、実話怪談シリーズの一個一個の話のやつですね。1話5分から15分ぐらいの間の話のやつ聞いたことない人って言います。聞いたことない人。聞いてる人多いですよね、やっぱ。聞いてる人多いよね。
聞きましたよね、うん、聞きましたよね。あれまあ、うん、じゃあ話してもしょうがないなじゃあ話してもしょうがないな、うん、多分聞いた人多いかなと思うんですけど、あの話はありますありますよね。あ、聞いてない方もいるか。まあでもほぼ聞いてるかな。あ、聞いたことない方もいる。あ、トントントンとかね、もうありますね。迎えに来ましたとかね。迎えに来ましたも気持ち悪いですよね。あれツイキャスのリスナーの方から聞いた話なんですけど。あ、聞いたことない方、あ、初めてです。聞いたことある、まあ半々ぐらいですかね。あ、じゃあ中国の話します。ちょっと聞いたことある方多いかもしれないですけど、まあちょっとあとね、残り5分切ってるぐらいなんで、すーげーかいつまんで話しますけどいいですか。あの話自体は多分15分以上だったかな。結構長めの話だにしてたんですけど、かいつまめば話せる話なので行きましょうか。はい。ね、あれなんかね、こう結構多くの方に見られてて、コメント欄とかで嘘だとかね、なんか実話じゃねえだろうとかって書かれたりしたんですけど、あれ実話なんですよね。しかも多分このツイキャス聞いてくださってる方だと思うんですけど、ただなんかね、ステアカっぽいものを使ってる方だったんですよ。だから僕最初ちょっとね、ごめんなさいね、もういたら失礼かなと思うんですけど、ステアカっぽいの使ってる方なんで、なんかね、テレビでやってたとか、どっかで拾ってきた話をさも自分の体験談というかね、自分が聞いた話かのようにやってきたのかなって思ったんですよ。で、僕そのホテルの場所とかね、いろんなね、キーワードでググったりとかしてすげえ調べたんですけど、一件も出てこなかったんで、多分あれ実話ですね。実際に、友達から聞いた話だなと思うんですよ。なので普通に行きます。まあなので4つ目の話ちょっと行くか。じゃあ、あ、なんだっけ、ちょっと待って、ググる。自分の話のタイトル忘れたからググる。あ、あったあった。実は、はい、これ別にリツイートしなくていいです。もう時間が時間なんで。はい。あと2分ですけど、まあちょっとだけオーバーさせます。さすがに2分じゃ話せないんで。というわけでいきましょう。中国某ホテルの304号室って話なんですけど、これ僕のツイキャスのリスナーの方です、これ。しかもツイキャスの方ですね、多分 YouTube じゃなくて。で、聞いてくださってて、で、ある時連絡来たんですよ、DM で。ナショウさん、いつも楽しませてもらってますけども、実は僕、イラストの専門学校にいたんです、と。そのイラストの専門学校の時の同級生に、女の子で中国から来た子がいるって言うんですよ。で、中国から来た子。まあ、ちょっとね、名前はね、実は違う名前で本名を教えてもらったんですけど、さすがに本名を使うわけにはいかないので、僕の動画の中ではね、ワンさんと。させてもらったんですけども、そのワンさん、まあその中国の台原市っていう市の出身なんですよ。まあ太いになんか原っぱかな、うん、かなんかって書いて市なんですけど、まあそういうまあ市があって、そのしかも片田舎っていうんですかね、台原市の中でもちょっと外れの方の町の出身なんですよ。で、まあ、そこの、まあ、町にで生まれ育ったんですけども、その町の中には一個だけホテルがあるらしいんですよね。で、それが、まあ、結構田舎の町なんですよ。なのにホテルが一個ある。で、しかももう全部側面が黄色い建物なんですよ。だからもう村の人たちも、村ってかね、その町の人たちも全員知ってるんですよ、そのホテルのこと。一軒だけある黄色いホテルって。で、なんでそのところにホテルがあるかっていうと、その町のすぐ近くになんか漢の時代の遺跡かなんかがあるんですよね。なので一応まあ世界的にメジャーな遺跡ではないんですけども、なんかどうやらまあ中国国内とか、まあちょっとした観光客が来るらしいんですよ。だから時々そのね、来る人たちを止められるように、せめて宿泊施設は1箇所ないと困るよねっていうので、町の中に1個だけホテルがあったんですって。ただそのホテル、まあ本当にちっちゃいんですよ。ワンフロア4部屋、それが2階3階っていう風に、まあ3フロアあって、まあ計12部屋しかないっていうホテルなんです。で、これまあ何年前の話なのかちょっと僕も分かんないんですけども、
ある日そのホテルを利用するっていう、まあ、家族がから連絡が来てね、泊まりたいと1泊2日でと。で、まあ、来たんですよ実際。でそこのホテルのオーナーさんが受付もやってて、いらっしゃいませって言ったら、そのお父さんとお母さんとまだちっちゃい男の子かな、3人家族がやってきてチェックインしたんですよ。でその家族がね入ったホテルの部屋っていうのは304号室だったんですよ。で304号室こちらになりますって言って、はいありがとうねなんて言って入ってったわけですよ。まあ普通に家族で観光地に旅行に来たのかななんて思ったんですよね。で一泊だったので翌日チェックアウトの時間になっても降りてこないんですよ。あれと思って、で行くわけですよ304号室に。トントントンノックして、でチェックアウトの時間ですけどっていうふうに言ったら、あーすいませんと、ちょっと体調を崩してしまって家族中と、申し訳ないですけどもう一泊いいですかと、あー大丈夫ですけど料金はって言ったら、ドアの下の隙間からスッて料金お金が払われて、あ一泊分あるなと思って、あ承知いたしました、じゃあもう一泊大丈夫ですよなんて言ってそのまま引き下がったんですけども、翌日また降りてこないんですよ。でまたトントントンとノックして、すいませんって言ったら、あー申し訳ない、まだちょっと体調不良が長引いててと、申し訳ないですけどもってお父さんの声で、でまたチェックアウト、あチェックアウトはまた先延ばしでもう一泊お願いしますって言って お金が先にすってね、下からくぐされて、はいって言って受け取ってっていうのを数日続けてたんですけど、さすがにもう3日とか4日になってくるとちょっと心配じゃないですか。でお父さんはねずっと、いやーちょっと体調悪くてまだちょっと出れなくてってずっと言ってくるから、ちょっと申し訳ないですけどここの町にはちょっと医者いないんですけども、隣町にいるのでよかったらお医者さん呼んできましょうかっていうふうに言っても、いやーそれは大丈夫ですって言うんですよ。まあ明日には多分治ると思うんで、すいませんなんて言って、じゃあもう一泊お願いしますって言って、これ結局1週間近くやってるんですよね。で1週間ずっと顔を見せないんですよ。観光地にねその家族で降りてきて旅行行くとかって感じでもなくて、ずっと部屋にいるんですよ。これさすがにちょっとおかしいなと思って、オーナーさんね1週間ぐらい経った時にノックしに行ったんですよ。でそしたらやっぱり無理ですって言われるから、あすいませんちょっとお部屋の中見せてもらってもよろしいですかと言ったんですけど、いやちょっとそれはみたいな、映っちゃうともうダメだからみたいな、なんかよくわからないですけど言ってくるんですよ。はあなんて話になって、でまあ気になるじゃないですか。でもさすがにねお父さんの声しかしないし、これなんかあるんじゃないかと思って、ドアの下お札ねくぐらせてもらったの覚えてたから、その下から覗いてみたんですよ。なんかな、まあ覗いてみたっていうか覗こうとしたんですよね。下もうほんと隙間ちょっとしかないんですけど、なんか見えるかなと思って、でそこにね地面に這いつくばってそのオーナーさんが見ようと思った瞬間に、そのドア越しに向こう側から助けてくださいってっていう女の人の声がしたんですよ。うわってびっくりして、これなんかあるなと、中で何か起こってる、そう思ってマスターキー持ってきて、お客さん入りますよって言ってオーナーさん入ったんですって。でそしたらそのお父さんですよね、窓枠に足かけてガタガタ震えてるんですよ。うーって言って、でなんか来るなっていうわけでもなく、こっちに歯向かってくるわけでもなく、ガタ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 震えてるんですよ。ちょ危ないですよって言ったんだけど、それより先にパッて見たら、ベッドの上とか血まみれなんですよ。うわっ、よく見たら一緒に来てたはずの奥さんと息子さんバラバラなんですよ遺体が。ひえーってなって、その場で警察に連絡して来てもらったんですって。でまあ男は逮捕されたんですよ。まあ要するにもうその男の人が一家心中を試みて来たんですよそのホテルに。まあまあ、うん、もう少し簡単にもう少し言うと、自分の家の近くとかで本当はね一家心中しようとしたんですよ。で理由は、まあ、奥さんが浮気してたからなんですよね。でもう許せないと思っちゃって、で許せないし、なんか浮気させた自分も不甲斐ない、こんならもう俺も自殺してあいつも殺して死んでやるみたいな、でも息子もかわいそうだからみんなで死んでやるみたいなって、自分の家の近くで死ぬのはでもなんかちょっとなんか厄介だから違う遠いところに行って死のうなと思って、そのホテル行ったんですよ。でホテルで、まあ、本当はホテルじゃなくて観光地で多分死のうとしたんだと思うんですよね。だけどホテルに入った時に奥さんと息子さんがなんか旅行だねみたいなキャッキャーみたいななってるから、
こいつ浮気したくせになんでこんな楽しそうにしてんだクソーってなって、まあ殺しちゃったんですって、奥さんのこと。で息子さんも泣きわめちゃうと思うから、もうその場でもううわーって言って衝動的に殺しちゃったんですって、2人とも。まあまあかわいそうな話なんですけど、でそれ初日なんですよ。ホテルにチェックインして、チェックインして入ってすぐなんですよ。やっべ、やっちまったなってなったわけですよね。まあその旦那さんはどうしようどうしようと思った。でもどうしようどうしようと思ってるんですけど、どうしようもないですよね。部屋から出たら出たでもうどうしようもないし、うわどうしようって、まあ多分パニックだったし、ちょっと多分精神的におかしかったんでしょうね、きっと。部屋の中に留まったままそのまま寝ちゃったらしいんですよ、夜で。こっくりこっくり眠っているうちに夢を見たんです。でその夢って何かっていうと、パッて自分がこうね、暗闇みたいなとこ立ってるんですけど、そしたらなんか追いかけてくるような足音みたいなの聞こえるんですよ。えっと思って振り返ると、それ奥さんと息子さんなんですよ。奥さんと息子さんが血流しながら一緒に行こうよって言って言ってくるんです。追いかけてきながら、うわーって言って起きて、でも怖いじゃないですか。でその時思ったんですよね。もうその時も多分もう精神におかしくなってるんですけど、これは首を胴体から切り離さないとダメだと、まだ生きてるんだこの人たちはと、ね、奥さんと息子はやばいと思って、その場でもうなんかどういう風にやったのかちょっと分かんないです。僕も詳しく聞いてないんですけど、分かんないですけど、なんかの手を使ってその首を切断したらしいんですよ。当然とんでもない話ですけどね。でそれででも大仕事なんですよ。1日かけてなんとか2人の首を切り離して、でまあそのままなったんですよ、夜に。でまたうとうとしたんですね、大仕事してたから。そしたらまた夜眠ってると、暗がりの中に立ってて、タタタタタタタって追っかけてくるんですよ、誰かが。はぁって思って振り返ると、今度首を自分の手のね胸の前に抱えた奥さんと息子さんが一緒に行こうよって来るんですよ。うわーってなって、でパニックですね。また起きて、やばいと、もうダメだ、何やっても追いかけてきちゃうから、もう四肢切断しようと思って、肩から先とか足とか切断したんですよね。それはちょっと分かんないですけど、どういう風にやったのか。でもまあそれでもまたうわってやって1日かかったのかな、なんとかやってるうちにまどろんでしまって、またでまたまどろんでると夢見るんですよ、また。で暗がりの中で自分がポツンって一人立ってて、キョロキョロしてると、後ろからタタタタタタタって、タタタタないんですよね、ゴロ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 って聞こえてて、えって振り返ったら、今度バラバラの遺体、頭と胴体と足、手とかを全部バラバラの状態で転がってきて、一緒に行こうよって言ってくるんですよ。もうそれで、あ、もう逃げ切れないと思って、その瞬間だったらしいですね。それでもう逃げ切れない、どうしよう、もうこの遺体は今夢ではないかもしれない、でも夢の中で追いかけてきたってことは、もしかしたらこいつらも起き上がってきて自分のことに対してね、なんか追いかけてくるかもしれない、やばいと。そうなったら俺はここから飛び降りようと思って窓のところに足をかけたらしいんですよ。でまあそんなことあったんですって。でまあ全然これあれだね、かいつまんでないね、話かいつまみようがなかったね、この話。まあまあまあそんなことがあって、でまあ、警察の方からそれ聞いたらしいんですよ、なんか女さん。まあ、ちょっとそれもね、いろいろ突っ込まれたけど、まあ、経緯はちょっと僕も分かりません。なんか聞いたらしいんですよ。で、オーナーさんは、うわ、そんなことあったなと思ったんだけど、あれ、でもよく考えたら、その飛び降りようとしてる、要するにもうバラバラの状態で奥さんと息子さんがいて、飛び降りようとしてるその旦那さんがいる状態の時にマスターキー使って開けたわけじゃないですか。直前に、這いつくばってる時に、助けてくださいっていう声聞こえたわけですよ。あれ誰が言ってたのっていうことがまず一個引っかかったんですって。それがもうちょっともうあれおかしいなと思ったらしいんですけど、でももうホテルそこしかないんで、そこ営業しないともう止められないんですよ、お客さん。だから一回営業停止したのかな、わかんないですけど、したんですけども、その304号室もう全部改装して、もう壁とかね、もう血飛んでたらしいので、全部改装して綺麗にして、でまたお客さん通すようになったんですって。そしたらまあその304号室を泊まったお客さんがなんかすごい寝苦しいとか、なんかこう目の下にクマ作って出てくるみたいなことがまああったんですよ。でなんか様子がおかしいなと思ったんですけど、やっぱそのうちの何組かからなんか寝苦しいっていうか変な夢見たんだけどみたいな話をされて、
どんな夢なんですかって言ったら、なんかバラバラの遺体が後ろからゴロ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 って転がってきて、転がりながら一緒に行こうよって言ってくると。なんだあの夢はと。あの部屋なんかあるんじゃないか。まあまあまあ、そういうイチャモンですけどね、まあ、そういうこと言われちゃったらしくて、結局そういうことを言ってきたりとか、まあ体調崩すようなお客さんが多すぎて304号室だけはつかなくなってしまってるっていう、そういうお話です。まあこれなんかいろいろ突っ込みどころ確かにあるなという部分は確かにあるよ。その匂いどうだったのとかね、あのさっきありましたけどコメントも、ちょっとでも分かりませんこれに関しては。うん、だからまあちょっと悩んだんですけどね、これ言っていいのかなとも思ったんですけど、でも話が結構そういう意味では具体的だったんですよね。うん、なので、あ、これは多分聞いた話としてはしょってるから、多分そのまた聞きなんですよ向こうも、そのくれた 話をくれた人も。だから、まあ、そのワンさんとね当たる人物から直接聞いたら、多分もう少し具体的にどういうこと、どういう状況だったのかっていうのをもう少し聞けたかもしれないですけども、ちょっとわかんないですだから。うん、だからこれはあの珍しいですよね。なんか階段っぽい階段だなっていう、実はのはずなんですけど、割とちょっと綺麗にお家があるなっていう感じですね。まあそういう意味では創作なのかもしれないですけど、もしかしたら、ね、ただでも聞いた印象としては創作だったら創作っぽさって出るんですけど、僕は正直これは創作っぽさ感じなかったですね。うん、そうなんですよね。あの多分いろいろ突っ込んでくれてる人いるんですけど、助けてと一緒に行こうよとか矛盾だし、あとまあその悪夢を見たってクレーム言う客も、まあそれはちょっと中国の話なんでね、まあ、ちょっと中国の国民性とかもあるのかなってちょっと思ったりするんですけどね。まあ、そのホテルがどこにあるのかってちょっと台湾市広くて分かんなかったんですけど、僕も一応地図は見たんですけど、まあ、どっかにあるらしいですよこれ。あったら怖いな、でも本当に一応探してみようかなと思うんですけど。まあ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 、そんな感じでございます。まあね、でもまあちょっと僕もね、中国とか韓国とか、まあいろいろ今韓国も揉めてますけどね、日本と。まあ結構隣の国とかも仲良しな人結構多くて、なので、まああんまり悪くは言いたくないですけどね。うん、ただまあまあいろいろ問題があったりするとこは多少あるかなと思うのでね。うん、すいません、ちょっとオーバーしちゃいましたけど。まあでも15分ぐらいで収める話、限界かな、でもそれで。これかいつまんで話せる話じゃないな、そもそも。うん。かいつまんで話すとちょっと面白くなくなっちゃう話なんですけど、まあまあというわけでちょっとねオーバーしましたけど、以上にしようかなと思います。もっと怖い話ください。申し訳ないですけどね、ちょっと今日はこれで以上になるかなと思いますよ。南翔さんに自分のおすすめの怖い話を紹介するのはありですか。紹介はそれ別にあの実話とかで使えない話ですよね、きっと。多分どっかで語られてる話とかですね。あ、別に送ってくださる分にはいいですよ全然。ただそれ実話じゃないですよっていう風に言ってほしいです。なんかネットで拾った話とかを実話ですって言ってくる人たまにいるんですよ。で僕それググったらわかるので、僕これであれですか、一応パソコンというかあのウェブサイト作ったりとかのプロなんで、ググるのも得意なので、もうバレますよすぐ、うん、大学のレポート書くのにコピペでやってるやつがすぐバレるのと一緒ですよなのでまあ送ってくださる方は基本的に実話が欲しいです僕は。なんですけど、まあでも七条さんこの話おすすめでしたよと、この動画とかすごく怖かったですとか、もしあっても全然構いません。はい、なのでまたまあなんかございましたらぜひぜひという感じでございます。どうやって送ればいいでしょうか。ですね、ツイッターで送っていただければと思います。いまだに DM 返信来ない、すいません。ちょっとね30通以上というか、よく見たら50通ぐらいあってですね、ちょっとね1日に返せる量もですね2通とか3通が限界で、ってことは単純計算で多分1ヶ月以上かかりますね今から返しても。で新しい返信来るんですよ多分ね、本当に返せないですねずっとなのでちょっとツイッターの DM をもしかすると全部マネージャーに任せるかもしれないです僕は。ちょっとねさすがに追えないかなっていう感じですね。ちょっと僕も仕事がこれがメインじゃないので、まあ、趣味なのでこれを使ってると趣味が結果的になんかお仕事になってしまってありがたい限りの感じっていう感じなんですけど、なのでちょっとねマネージャーに任せるかもしれないですもしかすると。そしたらなんかちょっとマネージャーってカッコつけて多分帰ってくると思うんで、すいませんけどもマネージャーから返信が来たら七代さん忙しいんだなと思っててください。
フライト中はどうするんだろうって、え、どうですか、フライト中、フライト中、フライト中はまああれでもフライトってどうなんですかね、あの飛行機ってなんか使えるのかな、パソコンとか。多分ダメっすよね。ん、ダメなのかな、え、ダメですよね。ん、やべえ、ちょっと飛行機に乗ったのがもう幾年ぶりか分かんないね、ちょっとね、乗るのが分かんないですけどね。マネージャーの創作話も聞きたいですね。マネージャーの創作話、ちなみにマネージャーね、顔出しとかはしないですし、動画に出ることも多分ないですけど、撮影はやってくれると思うんで、まあ一応ちょっと簡単に紹介だけはすると、まあなんて言うんですかね、すげえ個性的な子ですね、女の子なんですけど。で、まあ割と生粋の新、あ、まあ、ん、まあ霊感とかとかないですけど、割と生粋のホラー育ちというか、まあ父親がもうガチガチのホラー好きというか心霊スポット好きのちょっとやんちゃな人だったらしくて、まあ結構父親に連れ回されて、ちっちゃい時からなんか嫌だって言ってんのに心霊スポットに連れてかれてたって言ったんで、まあまあそこそこそういうのにはまあ耐性がある人っぽいですね、あのマネージャーさんは。はい、まあそんな感じでございました。え、JAL と ANA の長距離便は Wi-Fi ありますよ。え、マジで、ちょっと仕事したいですね、さすがに。もうフライトの時間もったいなすぎますよね、仕事いっぱいできるのになって思っちゃうんですよね。はい、というわけで、じゃあまあ、皆さんよかったら、実話とかありましたらよかったら Twitter で送っていただければと思います。 DM はですね、早くて1ヶ月後ぐらいに帰ってくるなぐらいの感覚で見といていただければと思います。遅くて半年かかります。申し訳ございません。なので、まあ、僕にいちいち確認取らずに一方的に送りつけてくださって全然構いません。なんか、これ実は体験談なんですけどって言って、普通に送ってくれちゃって構いません。後で僕見て、どっかのタイミングで返信するので。はい。はい、というわけで、お疲れ様でございました。では、また今度は来週は土曜日でできると思います。一応、滞在先にも確認したんですけど、多分大丈夫だと思うので、来週土曜日に、また通常運転で土曜会談やっていこうと思いますので、聞きに来ていただけたらなと思います。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。